こんにちは、ケイジです。今回はですね、皆さんからお要望をいただいたので楽曲紹介についてやっていきたいと思います。イエイ。それではメンバーをお呼びしましょう。どうぞ。ブーイ。小泉です。セリです。ジョーです。改めまして、ケイジです。FEN です。イエーイ。それでは今日はめっちゃ質問したいんですけど。はい、はい、大丈夫、落ち着いて。大丈夫、めっちゃ質問する。緊張してる。はい、というわけでメンバーの皆さんに集まってもらいました。はい、メンバーです。今日はですね、楽曲紹介について、まあ、やっていきたいと思うんですけど、はい、どんどん聴いていくんで、はい、はい、お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。それだ、いきます。それだ。はい、ではまずはじめにファーストシングルのドンについて聞いていきたいと思います。はい、ドンはどういうシングルになっていますか。じゃあ、小泉君で。あ、僕ですか。はい、はい、ドンはやっぱりなんか僕たちが最初に出したシングルがあるんで、始める時のなんか気合いみたいなのがめちゃくちゃ入ってる曲たちかなっていうのがまず第一で、まあ、やってやるぞみたいな気持ちとか、自分らしくやっていこうみたいな、自分に向けてのなんか気持ちが特に強い曲が多いんじゃないかなって思います。どうですか。タイトル曲のドーンについてこだわったことはありますか。いや、ドーンはでもやっぱりその最初の自分たちの始まりのメインの曲だったから、作曲もそうだしアレンジとかもめちゃくちゃ時間かけて、本当人生で一番時間かけて作ったんじゃないかなっていうぐらい細かいところが、こんな音も入ってるんだみたいなのとか、そういうのが多いかな。最初はかっこいいなって思います。イントロの入り、はい、そうそうそう、あー、声みたいね。そうそうそう、あー、あれ僕の声のやつですね。あれ僕の声をこのちょいちょいってデジタルパワーで、ね、じゃ僕の好きな太鼓の音だ。太鼓の音がダンダンダンってやつだ。パーカッション結構自分の好きなタイプのやつを入れて、で結構いいです。あ、音色とか、音色こだわって、こだわってるか、あの時僕が好きだった音めちゃくちゃ強い。ホント、ブラスの音とか、ギターのフレーズとかもね、そう、結構何パターンも、そう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 、一回弾いてもらって、あんまちょっと違うな、ちょっと弾きすぎ、ちょっと弾きすぎだ、ちょっとうるさいなとかなんか言って、いろいろ試行錯誤して、私弾きしつつ、うん、そう、ギターちょうどいいもんね。ギターちょうどいい、ちょうどいい、ね。違うんだけどね。そこがこだわりポイントですね。ギターなんかいっぱいあったけど、いや、いっぱいありますから、ね、伝えきれないね。伝えきれないから、その毎回それを思いながら弾いたし、今日はギターを重点的に弾いて、あ、でもそれはいいと思う。おすすめの聴き方です。だそうです。ヤミーは千里が作ったと思うけど、どうですか。ヤミー、ヤミーはもう結構自分の好きなように作っちゃおうって感じで、だから他の曲に比べてめっちゃギター弾きまくったり、ギターソロも入ってるし、弾けるもんね、ギターソロ。あ、弾けます。僕はヤミー、マジで制作期間、こよみがもうなんかヤミーのギター気に入ってずっと弾いとって、イントロのドゥ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 って最初始まり、あれ本当はあんまり上手じゃないギターを使いたくて、だからレコーディングの時撮ってねって小泉に言ったら、なんかめっちゃ練習してしまって、そうそうそう、普通に上手くなってしまって、趣味が、趣味が逆に弾けるようになっちゃったね。そう、だから実際に音源に使ったのは、自分がデモを作る時に、うん、こんなんかなとか弾きながら撮ったちょっと雑なテイクを入れたっていう。すいません、なんか上手くなっちゃった。上手くなっちゃった。なんかタイトル決めるのも大変だったみたいな。風の噂で。そう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 。ヤミーはね、歌詞僕が書いたんですけど、タイトルちょっと先に決めないみたいな話。そこからその歌詞のイメージも膨らませて、うん、ヤミーってタイトルにたどり着くまでに、本当半日ぐらい。ああ、そんなに。もう夕方ぐらいから喋っとって、翌朝みたいな。もうお腹すいた。限界を迎えた。でも決まってよかった。決まった。決まってよかった。よかったな。あれ大変だったんだね。二人の意見があって。そう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 。作曲者目線こういうのがいい。作詞するのがこういう方がいいです、うん、みたいなので、結構
バチバチの殴り合いとか殴り合いしててボロボロになった時に、じゃあ最後やる次はウェイクアップに行きたいんですけど、ウェイクアップは僕結構加入する前に好きで、あ、この曲かっけえと思って、あれね、で、ショーはウェイクアップどう？どう？ウェイクアップどう？どう？まあ作詞これ僕と海でやってるんですけど、この歌詞書いた時はまあなんかお互いでそれぞれなんかイメージでもう息バーって書いて美味しいところをガッチャンコさせた、そうそうそうガッチャンコさせた、本当ガッサクって感じ で、うん、で超早かったもん、うん、めちゃくちゃガーって作ってスピード作曲作詞ね作詞スピード作詞でも実はあの作曲の方もスピード作曲スピード作曲でしたね作詞と同じ感じで、まあ、僕がこういうのやりたいですみたいなの作って、で別で千里がこうやりたいですみたいなのを作って混ぜて作ったんで、もうめちゃくちゃいい感じで、ウェイクアップは制作期間がとても短い、うん、けど濃い短さというか、うん、この短い期間にすごいガーって詰めて、結構個性出てるんだじゃんみんな、あー、うん、そうかもしれない、確かに、うん、結構ギターもジャガジャガ弾いて、まあ、2人いるんで、うん、歌詞もあのショーのテイストが入って、うん、ちょっとあの時の曲だと多分一番ちょっとチャラめな歌詞だったかな、彼らちょっと見た目通りやっぱチャラいチャラいチャラいんだチャラい歌詞ラップ初めてちゃんとやったり、うん、ラップ一緒に撮ってラップ一緒に撮った、ね、重ねとってウェイクアップはラップ一緒に撮ったし、あとヤミーもさギターソロの入る前にさみんなのさ適当に撮ったのああそうそうそうああみたいなふざけてるけどまずあれ僕がいっぱいあの並べましたあれあそう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 次はセカンドシングルのデイドリームについて聞いていきたいと思います。おーいおーい、この曲は他の曲とちょっと雰囲気が違うんですが、この曲はどんな曲ですか？デイドリームは多分そのドーン出した後に雰囲気変わったことをやりたいねみたいな話がもうそもそもあって、じゃあ歌物をやろうみたいな、でそれでみんなで一回曲出し合って、うんうん、一人ずつ、一人一曲ずつ出し合って、全部ボツになってで、でもう一回ちょっと話し合っていろいろ細かく決めてからこれだっつって僕が作ったやつが採用されたのがデイドリームです。だからもう3人を生贄にして曲が生まれた。そうね、本当にこれがこれが違うね、これがこれが違うねみたいな話をして、じゃあこういう感じはどうですかみたいなのを投げて、ああそれはいけるって感じだったから私大変だった。大変っていうかすごいもう作れないものがかなり決まった状態で作って、初めてあんなに作ったから、キーとか BPM みたいなのはもう最初からだいたいもうこれぐらいで指定があった状態で作った曲は初めてだった。ちゃんとこういうのを作ろうって作った曲だったよね、勢いとかじゃなくて、ピアノもいいもん。ピアノいいですか？ありがとうございます。あ、そう、僕ピアノのループの曲初めて作って、ピアノって何ピアノってどうやって作るんだろうみたいなの思いながら作って、でもちょっと苦手です。あ、ピアノは今後はちょっと引退して引退して早いな他のメンバーにじゃあこの曲の好きなところを聞いていこうかなと思います。セリはどうですか？デイドリームのお気に入りポイント、はい、お気に入りポイントは2番の B メロかな。あ、結構音数パーって少なくなってギターとボーカルだけになるぐらいの感じの、あそこが好きです。じゃあショーはどうでしょうか、好きなポイント。俺好きなポイントですか？はい、全部かな。全部かい全部かい僕のそれは1番の B メロですあ、そう 1B です。最後のとこは、あ、最後のとこもね、楽しい。最後のとこも、それこそあの作曲工程の動画とか見てもらったら分かると思うんですけど、結構レコーディングのノリで、レコーディングラストサビのとこ、なんかメインのサビフレーズじゃないところ歌ってるじゃん、あれをノリで決めてノリで撮ってみたけど、結構気に入ってて、あのフレーズ楽しいです。なんかぜひお家で歌ってください。聞いて歌ってほしいですね。はい、近所の色気だね。デイドリーム、歌詞については何かこだわったところとか？歌詞ですか？歌詞か、はい、あ、歌詞はでも、デイドリームで初めて、で他の曲でもやってないんじゃないかと、なんかちょっと恋愛要素の歌詞にしてみました。そこもやっぱ雰囲気変えたから、いつもはなんか気持ち的なところを歌詞にしてるところが多いんですけど、
俺はこうだみたいな、うん、では最後にサードシングルのプレイグラウンドについて聞いていきたいと思います。はい、ここから僕もいるんですけどね。うん、あ、じゃあ分かるじゃん。分かるけどまあ分かるでしょうね。全部説明しよう。それよ、ケイジで、まあ早速聞いていきたいんですけどプレイグラウンドはどういうシングルになっていますか。じゃあ小泉くんから。あ、僕からですか。はい、はい、なんか僕ばっか喋ってないですか。大丈夫ですか。まあ別に、はい、まあプレイグラウンドシングルとしてはなんかタイトル的にもそれ、うん、まあ遊び場みたいな、ざっくり言ったらそういう意味なんですけど、うん、ライブで一緒に楽しめたらいいなみたいなことを考えながら作った2曲です、うんうん、そしたら1曲目のプレイグラウンドについて聞いていきたいと思います。はい、うん、みんなどうですか、プレイグラウンドは。プレイグラウンドね、プレイグラウンドってどうやって作ったんだっけ。プレイグラウンドもお二人で作って、そうそう、原型作ってギターとかをメインにしたかったから、うんうん、ギターとピアノをメインにしたくて、で、あのデイドリームで僕ピアノを卒業したからあのそっちの部分を一緒にちょっと作ろうって言って、うん、ピアノとかギターのところを二人で考えて、で、一回じゃあ作るわって基礎のやつを全部作って、うん、みんなでアレンジみたいな流れだったと思う、うんうん、なんていうのかな、まあ、さっきも言ったけど、そのライブ想定というか体が動いちゃうような曲にしたいなみたいなのを考えてて、そのやっぱノリを重視、うん、とにかくノリ重視で曲を作ったっていう感じかな。だからプレイグラウンドはなんかちょっと明るいよね。明るい、明るい曲、うんうん、明るい曲あんまり作らないから個人的に、うん、確かに、ちょっといつもちょっとカッコつけた曲を作ってるんだけど、うん、あれはなんか明るくて楽しいイメージで、でも結構なんか新鮮だった、うん、あんまりそういうのを考えながら作ったことがなくて、めっちゃみんなの声入れたしね。そう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 、ケイジ君もさ、この時から入ってるからさ、そうだね、そうそうそう、レコーディングもいたもん、ね、そうそうそう、みんなでね、いたというかもう、もうやったんだね、レコーディングしたんだね、下取ってます、声入ってます、下入ってます、どっちも入ってます、ちゃんとこうやって撮ってねみたいな言いながら撮ったじゃん忘れとる。いや覚えてる。レコ、逆にレコーディングどうだった。おぉ、逆に、いや、うん、なんか楽しかったね。本当楽しくない。楽しくない。そうだね。いや、そうだね。確かに、なんか、俺は、小読みが楽しそうなの見て楽しかった。曲進んじゃうんだけど、I'm Selfish とか、なんかすごい楽しすぎて。ああ、まあまあね。それを見てて楽しかった。自分のレコーディングが楽しかった。自分のレコーディングは、頑張った。頑張って、確かに頑張って。頑張った。めっちゃ硬かった。そうそうそう。歌唱指導がね、強めに入ってた。リーダーとかもレコーディング慣れたもんだったでしょ。うラップもやってるし、うん、そうそう、もう慣れたもん、ね、慣れたもんね。プレイグラウンド他は何かありますか。あ、作曲とかそういう話じゃないんですけど、この曲、まあ、ラランララ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 とかそういうところをなんかやっぱお客さんにも一緒に歌ってほしいっていうか、なんかより一体感が、うん、ライブの楽しみ方として、なんか、うん、本当あの B メロのさ、くだらないことのばかりの前もさ、ウォーウォーとか入ってるじゃん、サビもちゃんと聞いたら Hey! Real me alive! Hey! みたいな入ってて、あれも全部できたら多分めちゃくちゃ楽しい、ね、まあ確かにあれ全部マスターしたら楽しい、なんか愛の手みたいな感じじゃないけど、結構楽しいポイントかもしれない。次は I'm Selfish について聞いていきたいと思います。はい、はい、かなりロックの曲になってると思うんですけど、この曲はどうですか。かなりロック。まあまあ、僕らの中では確かにロック目な、ね、これは僕の作曲なんですけど、でも俺までの曲よりちょっと男らしい寄りのロックなテイストにしようかなと思って作った曲だから、そう感じてもらえたら狙い通りになるのか。狙い通りだね。確かあの時さ、ロックな曲にハマってたんだよ。ロックの曲やりたいって、小読みがね、そうそうそう、言ってたね、言ってロックの曲作ろうって言って作ってもらったんだよ。歌っててどう。歌はね、だからもうなんそロックの曲やりたかったから、そうか、もう楽しくて楽しくてなんかすごい癖強いもんね。そうそうそうだからそのさっきもさ、なんか話一緒あったけど、そのレコーディング本当楽しくて、うん、すっごい入るな。そうだね。いや、なんかね、逆に楽しくて、もう一回やっていいって、なんか、あ、取れそうだな、確かに言ってたかも。あれも、私は2人で書いたっけ。あれもそうだね。そうだよね。うん、ウェイクアップの時と同様、うん、ある程度、なんかまとめてきたものを付け合って。うん、
やっぱラップが入ってくるとやっぱショーのテイストを入れたくなっちゃ う, うの曲のテイストに合っとるよね、歌詞ちょっと強気だよねなんかちょっと動向した歌詞を何回か出して NG 食らったりもしましたけど確かに最初のねちょっと来たん見てさ笑ったもん、ショーの原案がちょっと強すぎて金のチェーンをいっぱい分からなくて繰り返したがこうやるような音楽だったからちょっとさすがになんかイメージ違うんじゃないみたいなのはキジ君は好きなところある？セルフィッシュで。セルフィッシュはね、俺もラップが好きなんだよな、ね、でも。ああ、そうそうそう。やりたいよね、やりたいでしょ。やりたい。やりたい。やりたい。ラップ以外は好きなのもない。でもやっぱりみんなで歌う、ウォーがいいな。あ、そうか、でもそうだね。そこもまだライブ、そうそうだね。一緒に、皆さんと一緒に、ウォー、あーってやる、やりたいなーって思って。やりたいよね。はい。へーとかね。そういう感じにしてます。というわけで楽曲紹介終わったんですが、いかがでしたか？聞きたいことは聞けましたかね？どうなんだろうねどうでしょうね。メンバーの皆さんはどうでしたか？メンバーの皆さんですか？でもこれがさ、まあ、あれじゃん、リクエストあったから楽曲紹介したってやつだったけど、 その本当に求められとったことを答えてるかなんか全然そういうのじゃお前ら好きな話ばっかしやがってレコーディングの話ばっかしやがってそれ聞かないじゃん、マジ知らんから思われた可能性はある。だからまあ僕としてはなんかその当時のことを思い出して楽しかったけど、そういうところが共有できればまたなんかね、詳しく聞きたいことがあれば個別で聞いていただけたら、まあ、もしかしたら皆さんに応援するかもしれないので、気になることがあれば随時ぜひいつでも常に待ってますので、はい、自分らの曲のことをさ外に話すことがあんまりないから、そうだね、新鮮だったというか、あとはもういっぱいたくさん聞いてもらってライブ来てもらって、一緒に楽しみましょうっていう感じです、FENE としては、はい、はい、それではここで終わりにしたいと思います。次回もまたお会いしましょう。FENE でしたバイバイ